変な自動販売機を見ていきます。まあ、いろんな変な自動販売機あるらしいんですが、まずこれですね。高い自動販売機。下にビールケースしかないと届かない自動販売機ですね。なぜそこに設置したんだという感じですが、次もね、なんでそこに設置したんだという自動販売機です。もうお金がね、入れれない。で、お金入れれて買ったとしても出せない。なんでそこに設置してしまったんだという自動販売機です。次はこれですね。何が出るかわかりません。賞味期限切れです。よろしくね、田中。何が出るか分かりませんは結構見たことありますけど、賞味期限切れです。これ売っていいんですかね？逆に堂々と言ってますね。これお腹当たったりしたら、この田中っていう人に文句言えばいいんですかね。次はこれですね。上の段はおそらくどのボタンでもコーラが出てくる。下の段はお茶。まあわかるんですけど、5本並べた方が見栄えはいいのになという自販機です。次は逆に詰め込んじゃった。これも1本ずつ立てた方が見栄えがいいのに詰め込んじゃったというね、変な自販機です。次はこれですね。一見普通なんですが、ほとんど80円と書いていて、実際80円の飲み物が中段一番右のコーヒーですかね。それ以外は全て100円。ほとんど100円やないかという自販機ですね。次はこれですね。普通の電車の中に自販機あるんですね。こういうタイプは初めて見ましたね。変なというか、設置場所が変な自販機ですね。次はこれです。これ自販機ではないんですが、ガチャガチャですね。これも電車の中にあるんですかね。もう今やガチャガチャすら電車の中にあるんですね。なんかあんまり電車の中置いても売れなさそうですけどね。売れるんですかね。次はこれです。コカ・コーラの自動販売機なんですが、すべて色はす。コーラは一本も売っていない自販機です。もうウォーターサーバーですね。次はこれですね。氷、水。これおそらく高速道路のパーキングエリアとかであるカップに注がれるタイプの自販機で、ただの氷と水が売っている。これわざわざこのタイプの自販機で水買う人、なかなかいないでしょう。次はこれですね。動く自動販売機。これはロボットなんですか？中に人が入ってるんですかね？中に人が入ってるんだとしたら、すごく重そうな自販機です。中の人暑いんですかね？それとも冷やされているのか、どちらかよくわからない自販機ですね。次はこれですね。焼肉のタレ。これ需要あるんですかね？すべて焼肉のタレですね。焼肉店に設置された自販機なんですかね。こちらはミッフィーのね、ぬいぐるみがあったかーく売られてます。熱々で出てきますね、これは。次はこれです。コカ・コーラがあったかーいで売られてますね。しかもその横見切れてますけど、リアルゴールドもあったかーいで売られてます。炭酸飲料があったかいで売られてるのを初めて見ましたね。飲んでみたい気もしますけど、多分まずい自販機です。以上、ちょっと変わった自販機でした。